皆さんこんにちはアチョです今日も仮想通貨のマーケットは引き続きボラティティが高い状況となっております日中は大きく上がったり今のタイミングは大きく下がったり少しちょっと忙しいようなマーケット環境ですけれどもまたですね地政学的なリスクやマクロの関係ニュースというところが非常に大きなインパクトをマーケットに与え続けるというような市場環境が ついていてるとううような状況ですね今日もですね皆さんと一緒に今日のプライスアクションの理由だったりとかあとはそれよりもですね短期的な話というよりももう少しやっぱり長期的に今の市場環境が仮想通貨にとってプラスなのかというところももちろんそうですしあとはですね非常に大きなこのクリプトのマーケットに対して投資をしている VCBYL、まあ、ベンチャーキャピタルというふうに呼ばれる人たちが。 このマーケットどういうふうに今見ているのかとかですね、そういったところも含めて、今日は少し皆さんと一緒にちょっと確認をしていきたいかなと思っております。あとはですね、マクロ関係、今週、来週、どんなインパクトがある経済指標が出てくるのか、そういったところも非常に重要になってくるので、そこについても皆さんにですねぜひちょっとご紹介をさせていただければなというふうに思っております。あとはですね、この次の動画になってしまうんですが、えーとですね、次のバブルのマーケット、まあ、いうか今のですね、この強気相場のタイミングで、 まあ、ビットコインをです、ねまあ、かあの超える大きなリターンを出せるトークンって、えー、どんなものがあるのかというもので、まあ、ちょっとですね1つだけちょっと特化して、えー、ご紹介をしたいかなというふうに思っています。で、これですね、まあ、あのメジャーなトークンではあるんですが、まあ、なぜそれが、えー、そういう状況になるだろうかというふうに予想をされているか、まあ、そこはですね結構重要な一つポイントになっているので、まあ、興味ある方はですねぜひそちらの方からの動画も見ていただけると嬉しいです。はい、ということでこちらのニュースから見ていきましょう。 今日はですね、ビットコインそしてイーサレムを超えるですねパフォーマンスをソラナが出していました。ここ最近ですね、百の二百二十ドル近辺をまあ一旦ちょっと割り込むようなこともあったんですが、そこから大きなリバウンドでドーンと百五十五六ドルまでですかね今日大きく上昇していました。まあ引き続きあのプラスの上昇幅というところを維持してソラナはですね強い。 えまあ価格推移というところを見せているんですがまあソラナだけではなくてえソラナのエコシステムのですねえ関連プロジェクトというところもまあ今日は非常にえ強いという状況にえまさにあるのかなというふには思ってます。特にですね何か大きなニュースとかがあるというわけでは正直ないんですがソラナのですねエコシステムのえアクティビティというのが非常に引き続きえ活発になっているのかなというところとまあ,あとはですね資金流入というのがまあソラナのエコシステムに まだですね、あの続いているというのが、一、まあ、つですね、こういった理由になっているんではないかなというふうには思っています。サ、まあ、ラダといえば、今年はですね、非常に大きなエコシステムとして、注目をされているところになっていると思うんですが、d ィーピンですとか、まあ、あとはバックパックもそうですし、まあ、それ以外にもデックスです,かです,ですとか、まあとは、 ディファインも関連してですね非常に大きな注目を集めておりますしまあ,あとは引き続きゲームという領域もソラナはですね非常に注目度が高くまあ幅広い領域でこのソラナがですね非常に重要な役割や注目を集めているまあような状況がですね続いておりますので引き続き今年の後半にかけてもソラナはですね非常に重要なそしてパフォーマンスが高いトークンとしてですね注目をされ続けるんではないかなというふうには思っています。ねこちらに なってますとでこの黒い線がですねビットコインの価格になっておりましてこちらのオレンジのラインがビットコインのですねアベレージのリアライズトプライスになっています。まあ、これは短期の人たちのということなんですが、まあ、どういう意味かというと今短期のトレーダーつまり今半年以内にビットコインを買った人たちを短期のトレーダーとここでは定義しているんですが、まあ、その方たちのです、ね、みんなの平均の売買価格がどこなのかということなんですが、まあ、今現在ですね 5万8000から5万9000ぐらいのところにあるんですが、まあ、そこはですね通常であればサポートラインになるような状況えここをしばらくの間というかずっと続いてきているというのが現状としてありますとでここ最近、ですき、ねまあ、今日も含めて一旦ちょっとマーケットが急落もしくはまあじわじわ下落しているようなタイミングもありますが、まあ、この辺りがですね1つ大きなサポートラインに今後なるんじゃないかというふうにも言われておりまして、まあ、非常に注目の テクニカルアナリシスというわけではないんですが、まあ、オンチェーンのデータ分析として、短期のトレーダーの人たちが、まあ、1つどこでディップで入っていくかというところを見る上えですごく重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、1つご紹介させていただきました。はい、で続いてはですねこちらのデータ見ていきましょう。こちらはです、ね、何を示しているかというと、まあ、簡単に言うとですねあの今、ビットコインのマーケットがちょっと上値をですねなかなか抜けられないような状況にはなっている一方で、今、 マイナーの人たちはですね今このタイミングはこの約半年から1年間ぐらいで最低のですね売却のフローになっているつまり今ですねこういったマイナーの人たちというのはビットコインをです、ね、売りたくないという状況に強くあるというのがデータを見る限りですね今わかるというふうにこちらの方がですね解説をしているんですがつまり何をやっぱ言っているかというと マイナーの人たちは大量にビットコインを抱えているわけなんですけれども彼らはですね今の市場環境や今後マクロア環境も含めていろいろと見ていると思うんですがまだまだビットコインの上昇相場っていうのはこれから本格的に来るということをですねやはり予想しているということだと思います。で本来であればやっぱり今後ビットコインがですねあのちょっと上値がちょっと重いなとか、まあ、そういうふうになっている状況でちょっと売りたくなったりとかすると思うんですがやはり まあ過去、えかのってみてもかなりの低水準の売却のフローしか出ていないということはまあやはり今後後半にかけてまあ年の後半にかけてのビットコインの期待というところもいかに高いというのがまあ今、示されているのではないかなというふうに思いますしまあ実際にですね今、ビットコインに対してネガティブなインパクトまあネガティブなその印象を持っている人ってあまり正直いないんじゃないかなというふうに思うんですよね。もちろん短期的には ビットコインちょっと上値重いなとか今後、アルトコインの上値がちょっと厳しそうまあ落ちてくるかもしれないので流動性が高いビットコインで先物ですねヘッジをしようまあヘッジの売りを入れようとかそういった動きはあると思うんですけれども積極的にビットコインの現物を売っていきたい人っていうのはあまり正直、マーケットにはいないと思うんですね。 でクジラの人たち、まあ、本当に何千とか何万ビットコイン持っている人たちが、まあ、徐々に売り始めるとか、もしくは売り準備をするっていうのは、話としては聞いている一方で、そんな積極的にまだ出ているという状況ではまあないのかなというふうに思いますし、まあ、あとはいろんなオンチェーンのデータを見る限り、ビットコインに対して非常にポジティブな状況が続いているので、まだまだ上昇というのは、ですね中長期的に見れば期待をできるんじゃないかなというふうには思ってます。はい、で続いてですねこちらのニュースから見ていきましょう。 CC、えー、がですね、えー、今日というか昨日ですかね、ロビンフットに対して、えー、ウェルスノーティスを出しました。これは、まあ、今後ですね、ロビンフットに対して、まあ、裁判をです,、ね、するというような一つの,、えーまああの、なんていうんですか、サインになっているわけなんですが、ロビンフットもですね、えー、コインベース同様で、えー、証券性がある商品を顧客にというか、ユーザーに対して、 売ってているととうこここが非常に大きく問題視をここでされていますおそらく何かしらの罰金だったりとかが課されるということになると思うんですが、まあ、依然とですね引き続き SEC がこうやって証券会社をですねクリプト関連のビジネスの理由で訴えるもしくは罰金をですねあの取るとかっていうのが本当にいいのか、まあ、彼らがやるべき仕事なのかっていうのがまだやっぱりちゃんと議論されていないと思うので。 今後ですねこの辺りについてはまあ本格的なタイミングどこかのタイミングで議論が行われていくんではないかなというふうに思いますしもし今回のこのロビン・フッドがですね裁判を今後していく中でじゃあどのトークンが証券性があるのかとかあとそれって本当に証券性があるのかみたいな裁判も彼らをしていくと思うんですよね。それによっててどどののセキュリティじゃなくてどのトークンが セキュリティなのか、そうじゃないのかみたいなところが、まあ、裁判所の判断によって下される可能性もあるので、まあ、こういったですね、SEC の絡めた裁判というのは、まあ、今後非常に重要な役割をですね、担っていくんではないかなというふうに思うので、注目をしていきたいかなというふうには思っております。はい。で、続いてですね、バーンスタインというクリプトの,、まああのまあ、サービスプロバイダーがいるんですが、まあ、ここですね、よくあのビットコインやクリプトに対して、 いろんなマーケットアナリストをですね。発行しているわけなんですが、引き続きこのビットコインの上昇相場のタイミングでまあの中でえ15万ドルというのはですね。まあかなり硬い確率でつけるんじゃないかということは改めて彼らはレポートを出しているというような状況になっています。皆さん、この15万ドルという価格に対してどう思われますか？今の水準からだいたいだいたい2倍ぐらいなんじゃないかなと思うんです。けれども2倍以上かな状況になっているわけなんですが。 まあどういう理由かというのが、まあ、一番皆さんが気になるところなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そもそもですね今のマーケット環境というのはこの強気相場のだいぶ初期にあるというのが、まあ、彼らが言っていることではあるんですよね。で今後ですね、まあ、来る金融緩和だったりとか、まあ、あとはもうすでにビットコインの ETF は承認されてますが、まあ、その資金フローがですね継続的に続くことだったりを理由に 今後ですねビットコインはさらなる上昇を遂げるだろうというのが、まあ、大きな理由として彼らからは挙げられています。でこれらです、ねまあ僕も含めて非常に多くの人が言ってるシナリオなので、まあ、なかなかですね本当にそうなるのかとか、まあ、あとは、まあ、実際に利下げが始まったからといって本当に過疎通が上がるのかっていうのが一、まあ、つ疑問として持たれている方もいると思うんですね。でこれにについては実際問題多くの人も同時に 疑問に持っているというのもまあ一定程度あるんではないかなというふうに思いますしちょっと利下げしたぐらいで例えば今5.25%が4.5%とか4.75%に下がったからといってまあそれがですねお金を借りて魅力的に投資をしていく機会として移るのかというのはちょっと疑問ではありますよねなので利下げを始めたからといってすぐに上昇が始まるというわけでは正直ない可能性もあると思うのでまあこれはですねタイミングちょっと もう少し長く取っておく、見ておく必要は、実際問題は僕はあるんじゃないかなというふうには思っています。ただし、金利がですね十分に下がりきったというか、下がってくるタイミングの中で、やはりですねこの水準であれば、例えば3%を切るような水準であれば、積極的に借りて投資をしていくメリットがですね非常に高いというふうに思う人たちもですね今後、どん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 出てくる可能性もタイミングによってはあると思うので、ある程度の金利水準が下がってくれば、 そうういいいった考えになななる可能性も高いんじゃないかなと思うので、まあ、ブルーマーケットに関しては、まあ、一応多くの人が20 2025年の期間中に終わってしまうというふうには予想していますがもう少しですね僕長く続くんじゃないかなというふうに思うのでやっぱりそんな短期間で、えー、仮想通貨やビットコインの可能性みたいなところをちょっと見限るのは、えー、もったいないんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、この辺りをちょっと皆さんそれぞれどう思うかみたいなところは ぜひですね、コメント欄とかに書いていただけると、えー、他の人の意見の参考になるんじゃないかなと思うので、よろしくお願いいたします。はい、で続いてなんですが、パンテラキャピタルって皆さんご存知でしょうか、えー、世界でですね、多分一番最初、もしくは本当にトップ3ぐらいにクリプトのファンドを立ち上げた会社でもあるんですが、まあ、ここのパンテラキャピタルのですねエグゼクティブの方が、もうすでにですね、クリプトというのは、まあ、社会的にですね、 あの存在意義というものをかなり認められているんじゃないかそしてそれによって今後大きな飛躍をですね遂げる可能性がもうかなり高いんじゃないかということをですね言ってますまあ、これ皆さんも同じように感じている方もいらっしゃると思うんですがまあ、ETF の承認というところもそうですし、まあ、あとはブラックロックを通じたまあいろんな意見出てきていますが、まあ、中央銀行もですね現在 実際問題、まあ、今すぐに買うかどうかというのは別として、まあ、実際に買うかどうかというのは別としても、ビットコインの ETF をです、ね、購入していく可能性みたいなところを検討しているということでも、まあ、すごく面白いと思うんですよね。であとはです、ね、世界的にも本当に有名なベンチャーキャピタルや、まあ、いろんなファンドがです、ね、このクリプトに特化したファンドを今、続々と立ち上げ始めています。でももににに立ちち上げてているる人たちもいるんですが、まあ、そこに対して本当に大きな金額を 追加で資金調達をするというような動きもですね、今出てきております。皆さんがご存知のパンテラもそうですし、パラダイムというところもそうですね。あとは 1KX とか本当にアメリカの方で有名なファンドがもう100ミリオンを超えるような規模でどん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 資金調達をしていたりとか、またアジアでもですね、同じような動きが僕の知ってる限りはいろんなところで出てきているので、本当世界的にこのクリプトという分野が引き続き投資をするのに対して、 非常に魅力的である領域であるというのはまあ一つ変わらないのとあとは実際にこのクリプトというテクノロジーが今後我々が普段生活する世界に実装されていくというのがもう目に見えてきているのでその辺りがですねあ,のある程度スムーズに浸透していくようなことがあればもっともっと加速的にこのクリプトという領域が重要にそしてマーケットとしてその規模が拡大するというスピードも 早くなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそういった意味では皆さんですね。かなりまあ,あのアーリアだった。なんじゃないかなと思いますので、まあその短期的な下落とかっていうところに対して悲観的になりすぎず、引き続き長期にわたって投資をしていく領域として注目をしていっていただけるとまあいいのかなと僕は思ってますね。 はいまあ、あとはですねちょっとこちら面白いなと思ったのでニュースをご紹介をさせていただきたいんですが今ですねクリプトのウォレット皆さんも多くの方が使っていると思うんですがメタマスクというものがありますねで今ですね、まあ、いろんなそのオンチェーンの取引をする際に MEB という概念があるんですが、まあ、これですね、まあ、簡単に言うとこのトランザクションを発生させて実際にエクセキューションされるまでの、まあ、いろんな過程の中で自分がですねあの出したトランザクションを まあ、いろんな人たちが見てあこういうトランザクションがあるから、まあ、これの前に自分のこのトランザクションを入れ込むことによって、えー、自分はですね得をするみたいなことをですねできるように、えーまあ、なったりとかするような、えー、取引がですね、まあ、できるんですけれども、まあ、そういったことをですね防ぐような、えー、取り組みっていうのをですねこのメタマスクが自分たちの,、えーまあそのテクノロジーを駆使して導入しようということを言っていますとでこれなぜ重要なのかというと 年間で,ですね400ミリオンを超えるような損失がこれユーザーに対してですねこの,あの MB というものを通じてまあ概念を通じてえまあ損失として出てきてるんですね。でこういったことをですねあのしっかりと守ってあげることによってユーザーがまずはそもそもクリプトに対して取り組んでいく上でまあ安心感を持って取り組めるというところもありますしまあ,あとは不必要な損失というのを被る可能性を 下げるというのもやっぱり重要だと思いますしあとはですねこういった400ミリオンにもわたる規模のいわゆるその収益機会みたいなものが今マーケットには当然非効率性によって生まれているんですがこれをどう効率的にかつユーザーのプライバシーまあ例えばこれってどんなトランザクションを自分が出しているかっていうふうにパブリックにバレているから。 まあそういったことをですね。してくる人がまあいるわけなんですけれど。もまあそういったプライバシーを守ったりとかそういったいろんな問題をですね。解決してユーザーのまあユーザーが安心して使いできる。まあの使いやすい環境というのを整えようというのがまあ今メタマスクでも新たに出てきてます。で、実際こういう問題っていうのはもうすごく多くのところで注目をされていて。 これに準ずるようなテクノロジーというのは、まあ、いろんなところで導入されているんですが、まあ、我々がよく使うメタマスクはです、ね、こういったところを導入してくれることは非常にいい嬉しいことなんではないかなというふうには思っています。まあ、あとは、ですねちょっとこの、えー、今日という観点では取り上げないんですけれどもニュースとしてはで、ね、ZooKit という、えー、プラットフォームがありますとこれはあのレイヤー2のチェーンなんですけれども、えー、ZIR えー C U I T、かなズーキットという、まあ、猫がです、ね、モチーフになったあのエコシステムというか、えー、プロジェクトなんですがこれはです、ね、レイヤー2の,、えーまあ、あのテクノロジーなんですけれども、えー、開発する際にです、ね、いろんな過去に起こった、まあ、そういった詐欺みたいなところの,、えー、ト,ラあのトランザクションとかいろんなそういうあのケースをです、ね、拾ってきて。 でかつまあそれをベースに AI でこの取引って、えー、例えば、下げられちゃうものに下げられちゃうようなトランザクションなのかというのを判別して、えー、事前にです、ね、皆さんが例えばこのズーキット上でトランザクションを走らせることによってもしそのトランザクションが下げられるという結果になる可能性が高ければ自動で止めてくれるというような テクノロジーをですね組み入れたレイアーツっというのが今開発されて今後メインなったるのに近々出てくる予定になってますと。なので今だと例えばメタマスクとかにじゃなくて GoogleChrome とかにいろんなファンクションを入れていてえまあ表記でですねこれはこんな感じの,あのアクティビティになりますよということでまあ一応自分で目で確認して。 あはい、なるほどなるほどじゃあこれは危ないの危ないのねとかあじゃあこれだったら大丈夫なのねっていうのを自分で判断するっていうことをやっていますよね。でそういうのってたまに疲れてたり、まあ、なんか慣れてきたりすると「あはいはいはい大丈夫ね」みたいな感じでさっとスルーしてしまうことってあるんですが、まあ、そういった人的なミスというものをなくすようなプラットフォームに、まあ、プラットフォームというかそのテクノロジーを今後出していくのがズキットになってますと。で 実際にですね背景にいるのは、えーとまあ、非常に世界的にも有名な査、えー、のですね会社が、まあ、そういったデータ提供とか、まあ、開発をしているということもあって、まあ、非常に安心感があるプラットフォームに今後なっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりですねそういった詐欺が怖いハッキングが怖いとか、まあ、ラグプルが怖いとかそういったことをですねやっぱり思っている人たちというのはそのプラットフォーム今後、えー、使っていくんじゃないかなと思うので、まあ、結構な需要がですね 高くあるんではないかなといいう,うに僕は思ってます、まあ、いずれにせよこういった、まあ、あのプライバシーもそうですし、まあ、あとセキュリティがですねえもっともっと、えー、我々が、まあ、そのあまり意図せずしても、えー、導入されているようなファンクションというかあのいろんなサービスというのが今後より増えてくると思いますし、まあ、そういったものを意図的に使うことによって皆さんのです、ね、詐欺の被害というのも減らせるので是非、えー、ですね、まあ、そういったところ、えー、まあ もし興味があればちょっと見ててていいいいただいてもいいのかなと思っていますはいちょっとすいませんあの最後にマクロの話をしようと思ってたんですが話が長くなってしまったので簡単にご紹介をしたいんですが今週はですねあまり大きな経済指標はありませんただし来週 CPI の発表があるのでそれに向けてどんな数値が出てくるのかそして実際にどんな数値が出てそれに対してマーケットがどういうふうに反応したかっていうのはものすごく重要になってくると思いますのでぜひですね 注目をしてていただければと思っています今のところ物価上昇率がどのように推移していくかというところが、まあ、かなりというかまあ一番というふうに言ってもいいほど今後ですね f e トの利下げの判断に一番影響を及ぼすであろう、まあ、重要な指標になってくると思いますのでしっかりと来週に向けてそしてそれがどういうような予想になってくるかというところも含めて注目を していきたいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら